はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエテーマオフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのキャラクターを使っていきます。ダストンですね。使ってる人、使ってない人、はっきり分かれるのではないでしょうか。デバッファーだよね。バッファープラスデバッファーっていうところか。まあ、使い勝手は結構俺は良くって、好きですね。まず、ルカニが使えていいし、バイシオン、これもいいですね。で、ディバインスペルなんかもあるので、まあ、唯一無二のキャラクターではないでしょうか。そして、必殺技が強い。ガラクタハンターで休ませることができるし、ポンコツなリズム、これで全体のバイキルトをかけることができる。強いんですよ。で、装備なんですけども、短剣、そして無知、ハンマー、この3つを装備することができます。さあ、この3つのうちで、どれがダストンに最適なのか、見ていきましょう。それでは、まずは探検ですね。聖王も持ってるんだけども、聖王で、特技をやっちゃうと、ちょっとダメージが減るんだよね。なので、サウザンドダガーをつけてます。はい、これでいきます。それでは行きましょう。今日はね、連続天魔と戦っていきます。ダストンで一番ダメージ与えれるやつはゴッドジャグリングだよね。だよね。なので、まずゴッドジャグリングでダメージ与えて、その後に固有の技を使ってみようか。まあ、タナトスハントが無難かな。バイパーファングの後のタナトスハント、結構事前準備が必要なんだね。ではまずゴッドジャグリングからいきましょう。どれぐらい与えるでしょう。結構強いんだよね。691。あ、やっぱり強いよね。おお、攻撃力自体はそんなに高いやつじゃないんだけども、しっかりとダメージを与えれていい感じですよね。すごくいい感じ。では次、バイパーファングで毒にしてからタナトスハントをしてみましょうか。かかるかな。ようやく猛毒が入りましたね。で、これで、タナトスハントどうでしょうか。いけ。あー、これならゴッドジャグリングした方がいいような気がするね。あっちは攻撃力も下げるからさ。そうか、こんな感じか。それでは続いてハンマーに行きましょう。あ、ハンマーでも一応スピードは一番最初か。あ、そうかそうか。で、ハンマーでゴッドジャグリングを打ってみましょう。探検よりもハンマーの方が攻撃力は高めですね。どうだ。あ、強い強い。さっきのが600台だったけども800台いくね。普通にアタッカーとして使えるぐらいダメージはやっぱ出せるね。強い強い。じゃあ次はハンマー固有技をやっていきましょうか。ハンマーで一番強いのはシールドブレイクかな。かな。これが確か一番ダメージが単体では強かったような気がする。どうだ。いや、弱っ弱すぎる。あ、でもまあまあまあ、防御をね1段階下げるっていうことで、まあ、そこそこなんでしょうけども、はいはいはい、そんなもんか。間違いないよね、あれが一番強いよね。あ、だね。あ、やっぱハンマーで直接殴るのは、デバフをかける時ぐらいか。あとは、ジャグリングの方が良さそうだね。それでは、最後は、ムチ、使ってみましょう。ムチがね、一番攻撃力が高いです。ハンマーよりも30ぐらい高いかな。探検と比べると、60ぐらい。攻撃力が高くなってます。ゴッドジャグリングどれぐらいいくだろう。
いけ。918。おお、やっぱ強いね。強い。探検と比べたらやっぱ全然ダメージが違うね。変わってくるな。うん。で、固有のね、特技も、無知は強いんだよね。無知の一番強いのは、総流打ちだよね。どれぐらいダメージ出せる？お、1100?1118。これ強いね。おー、普通にアタッカーとして全然使っていけるぐらい強さがありますね、無知。でもね、ハンマーもやっぱりいいところがあるのよ。ハンマーだけは、たまに2回行動できるっていう 15% の確率でね、それがつくので、ハンマーもいいんだよね。あー、でも無知も攻撃力高いな、強い。それでは最後に必殺技見ていきましょう。まずは探検からですね。探検はオネロスハントが一番強い必殺技ですね。これ休み状態の敵にしないと全然ダメージ出せないので、まずはガラクタハンターを使って休み状態を作りたいと思います。ガラクタハンターがやっぱりね、すごい優秀なのよね。めちゃくちゃ使える。はい、ではどれぐらいダメージ与えれるのでしょうか。オネロスハント、カンストいくかな。いやー、バイキルト入ってないからな。どうだろう、いけ。1600か。まあまあまあ、それぐらいではないですかね。はいはい、探検はこんなぐらいです。それでは続いてハンマーですね。ハンマーはデビルクラッシュが一番強いです。 100% 消費するので、強くないといけないんだけども、まあ悪魔系物質系ぐらいかな、ダメージ出せるのは。通常では確かそうでもなかったんだよな。いきます。せめてカウスト出してくれればいいけど、やっぱりね、1140。これね、悪魔系物質系に使ってもカンストしないんだよね。やっぱりちょっとダストン必殺技は微妙かな。それでは最後は無知の必殺技ですね。無知の必殺技だけは強いと思う。まあまあ、これでグループの攻撃もできるし、1対1ではこれが打てるので、まあ極流打ちでしょう。どれぐらいいくか。バイキルト入ればかなりいくと思うんだけども、ノーマル状態では2940。アタッカーとしてはちょっと微妙なダメージだけども、いやでも全然ダメージは与えれる方だと思うね。ということで戻ってきました。今日はですね、ダストン使ってみました。使える武器が探検、そしてハンマー、ムチ、この3種類ですけども、まず探検はないと思います。探検は使わなくていい。まあ、使う時があるとすれば素早さを上げたい時かな。それぐらいで、やっぱりメインウェポンとなるのはムチもしくはハンマーだと思います。バッファーデバッファーとして、使いたいのであればハンマーで、アタッカーとして、使っていきたいのであればムチを使うといいと思います。まあ、通常でね、ジャグリング、そして総流打ち結構ダメージ出せるので、まあそこそこ、いいアタッカーだとは思います。まあデバフとかそういうのがね、メインだとは思うんですけども、ダストンいいキャラクターだと思います。まあ使ってない人も多いとは思うんですけどね。はい、ぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。